はい、皆さんこんにちは、橋本でございます。今日はものすごくリクエストが多かったセザンヌ縛りでメイクしていきたいと思います。なんかどうしてもキャンメイクとかに行ってしまってたのかもしれないですね。新しい商品がいくつか出てたんですよ。こういう下地とか、あとはマスカラとか、これね、ボリュームとロング、はい、なんか使ってみたいのもたくさんあって、ジェルアイライナーとか、あとこのアイラインも多分新しくなったんじゃないかなと思うんですけど、それ以外の色物に関してはちょっと橋本セレクトで、はい、買ってみました。アイカラーとか、はい、ではよかったら最後までご覧ください。どうぞ。はい、ではやっていきます。ベースはこれ新発売の新色です。 UV トーンアップベース、ちょっとピンク色だと思います。塗ってみますね。ピンクって言ってもなんかラロッシュポゼのピンクに似てますね。すごい伸びがいいです。スーッと伸びてちょっとトーンアップする感じかな。今のところ目には染みてないです。もともとね、これ白が確かあったと思うんですけど、全然こっちのピンク色でもいいですね。手の甲に塗るとこんな感じ、いい感じでツヤが出てます。無香料でちょっと日焼け止めのような香りはしますけど気にならないです。いい感じですね。あ、お水の実験はこれ実験済みですなんですけど、やってみましょう。ちょっと濁るんですよ。でも半分弾いてるの分かりますかね。多分保湿力も高いのでこの時期ね、めちゃくちゃいいかと思います。はい、完全ではないですけど8割ぐらいは弾いております。はい、次ファンデーションいきます。私本当に初めてで、セザンヌね、ファンデーション2種類ねあるじゃないですか。それは知ってたんですけど、でどっちも捨てがたくて、カチャカチャ振るタイプの方はね結構有名だと思うんですよ。振って使う方、はい、メイク崩れ防止のタイプ、一番暗い色です。とツヤ美肌潤い続くって書いてるね、このクリームタイプと2つあったんですね。でこれ半分ずつつけてみようと思って、今日またあの持ちの実験したいと思います。で下地はね全顔同じの使ってるので、今ね8時54分なのでまた6時間ぐらいね放置できると思うので、まずじゃあこちらの方はですね、崩れないってね噂の半分に塗っていきます。目の周りもこの時にある程度塗っておきます。ファンデーションの色味がね確か3色か4色しかなかったと思うので、ちょっとセレクトする色の数がね少ないかなと思うんですけど、目も染みてません今のところ。はい、ではこれいきますね。このクリームタイプの方がテクスチャーが硬いですね。かなりクリームタイプになります。あ、こちらの方がなんかあのハーブのいい香りがしますね。
つけた瞬間ですけど、うん、なるほど、密着力はねこっちの方が高いですね。ただ潤い感はこっちの方が感じます。同じ20番なんですけど、わかりますかね、色がね違いますよね。こちらの方がのせると黄色く白くこんな感じで出ますね。こちらの方が私の肌色には合ってますね。こっちクリームタイプ、うんうん、色はこっちです。断然目の下もつけます。はい、次にまだ今フェイスパウダー売ってないんですけども、このツヤホワチークっていうのを、いわゆる仕込みチークですね、それをしたいと思います。でもしちょっとテクスチャーが緩すぎてファンデーションがよれるようでしたら、パウダー売ってからちょっとこれを使いたいと思います。よいしょ。ちょっと前にねファシオのやつね紹介したんですけど、色味はねいい感じですね。あー、なるほどなるほど、ちょっとしっとり、つけてすぐサラッとするタイプではないですね。なんですけど、どうしようかな、このスポンジの底でトントンしてちょっと仕込んどきたいと思います。あんまり強くするとファンデーションよれちゃうのでね、注意してください。これぐらいでいいと思います。軽く、これぐらいでいいと思います。あまり叩くとね、せっかくシミ隠したところとかコンシーラー取れたりするので、はい。そして、はい、こちらも新発売のウルフワ仕上げパウダーの03番、少しツヤが出る、パウダーですね。こちらも新製品です。あ、これはかなり優秀かもしれません。セッティングパウダーっぽい、ね、ほぼ白くならずに、ほらツヤだけ結構出してくれる感じです。うん、なるほど。ちょっと橋本流で一回この蓋に取ります。そして筆でちょっとつけてみますね。最初ふわっと、台の線に溜まってたらぼかして、ここからいきましょうか。はい、お皿、めっちゃ粒子細かくてやばい。いいんですけど、皆様、これ優秀ですけど、私初めて使いました。セザンヌの粉、
体白くなるんです。カラーレスと言われてるものってぶっちゃけ言うと、色白の方が使うとそうでもないんですけど、地黒の方が使うと変にくすんで見えたりとか、グレーに出たりとか、あと白く浮き上がったりとかします。なんですが皆さん、これはまあ今若干ちょっとトーンアップした感じに見えるかと思うんですが、もう一回これでさーっとね、力入れずにくるくるします。あ、これをくるくるすると最初に塗ったコンシーラーとかが取れませんかっていう、不安ですっていうコメントがあったんですけど、1枚ベールをかぶすと大丈夫です。はい、しっかりそこでも固定されてますので、あの何回もグリグリするとそれはちょっとまずいかもしれませんが、軽く優しくツヤを出す。はい、サラ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 そして、気になるところはしっかりね押さえましょうね。パフでもブラシでもどちらでも大丈夫です。アイラインがにじまないようにしっかり。これ二重ぶたすごい優しいです。こうやってこうね。そしたらここからはカラーメイクいきます。楽しみ。はい、アイシャドウはこちら、ニュアンスオンアイシャドウの03ブロンズレッドっていう色を選びました。使いやすそうな色ですよね。はい、下の2色と、まあ、どっちかをハイライトに使おうかなと思います。じゃあまずこのオレンジを全体に塗ります。オレンジ、あ、結構濃いめな色ですね。すごい、あのあれですね、優しく発色しますねそしたらこの付属のチップの大きい方でこの赤い方ね、赤い色を取ります。あ、なじみます、すごく。あ、いいですね、いいいい。最近こういう色ばっかりやからな、全然オフィスメイクでもいいと思う。で、下もね、角のように少し赤でもオレンジでもね、どっちでもいいですよ。下はね、はっきりさせたかったら赤でも、ちょっと印象付けたかったら赤でも大丈夫だし、混ぜても大丈夫です。混ぜる、はい、先にアイライン引きましょうか。アイラインもね、ペンシルアイラインとリキッドアイラインと両方買ったんですよ。はい、ジェルライナーと極細アイライナー、両方ともちょっと茶色を使ってみようかなと思います。個人的にはこのバーガンディも可愛いなと思っていて、ちょっと色出してみますね。はい、こんな感じ。これジェルアイライナーがこっちですね、茶色とバーガンディと、でリキッドが茶色ブラック。これ2つはすごい優しい発色ですね。なので、あのいつも言ってるぼかしアイラインに使ってもいいかと思います。どうしようかな、茶色でぼかしますね。こっちの色で、じゃあ今日はどうかな、濃いかな、あ、赤の方、ちょっと待ってください、バーガンディでもいってみますね。これそんなにねきついね、バーガンディじゃないんですよ。なんかすごい優しい感じ、もう落ちないですね、ほら時間経つと。ちょっとね、橋本的には、まあ、優しく発色する分ちょっと発色弱いんですよ。だからね、今日このバーガンディでも可愛いかもしれません。違う、バーガンディで浮かしてまた上からねアイシャドウ入れます。あ、なるほど、優しいですね、本当に発色が。だから、あんまり
りね、はっきり出したくない人とかには絶対これいい、最適。ほら、ふわっと優しくなるでしょ。ね、これはね、結構ね、濃い色多いんだよね。で、これは好みなので、どっちでも、ブラウンでも大丈夫かと思います。そして、やっぱりもう一回上に折っちゃいます。はい、ちょっと橋本はじゃあ今回赤を強くしてみますね。赤、あ、深み出ましたね。はい、この色が綺麗ですよ。なんかちょっとキラキラしてて、これをわっと上からつけたいと思います。そんなに分かれるか。結構ね、肉眼で見たらね、キラキラってする。あ、それは分かりましたか。こんな感じ。うん、いいの。あのね、なんやろ、すごい馴染みがいい、肌馴染みがいい。ではピューラーします。このマスカラ下地というのがありましたので、これをつけたいと思います。薄いネイビーみたいな、グレーみたいな色です。はい、下も少しつけますね。そんなに速乾性はないですね。なのでちょっと置いといた方がいいと思います。で、いつものようにこの間に眉毛いきます。眉毛は超有名なこの極細芯のアイブロウペンシル、ブラウンですね、これライトブラウン。そして眉マスカラ、そして眉パウダーとフルで購入しました。頑張って全部使いたいと思います。ではまずこのアイブロウパウダーでふわっと全体の輪郭というかを描いていきます。せっかくなんで付属の筆使いますね。この真ん中の色、お、筆はやっぱりもうちょっと硬い方がいいなってことで、すいません、ちょっと硬い筆を使いますね。筆が、筆先が、全然ざっくりね、大体でいいですね。大体の形、大和尻を取っといて、うん、こんな感じで次この極細ペンシルいきます。これもね、めちゃめちゃあのダイソーのね、細いペンシルが流行ってるのと同じぐらいすごい、もうバズってる、バズってたじゃないですか。どうなんかな、これよくかけてる、これ。でもあの全然一本ずつね、こう一本一本こう書く場合はね、全然いいんですけど、そこまでね、時間かけれなかったりするから。やっぱりペンシルが細い分はあの仕事量が増えちゃうので、手数が増えてしまうので、時間はかかるけれども綺麗な眉毛が描けるっていうことだと思います。はい、そしてアイブロウマスカラも明るい色、こんな色です。あれですね、商品の名前とか番号全部ね、あの概要欄に書いておきますので、そちらご覧ください。ちょっとね、私ね、今の髪色には全然合ってないんですけど、ちょっと今髪黒いので、
ついてますな、下に。乾きにくいのでこの下地、マスカラ下地ちょっと注意した方がいいと思います。でこちらのニュー新しいロング&カールマスカラいきます。ちょっと曲がった形状でつけやすそうですね。ブラックです。はい、めっちゃつく。あ、これつけやすいです。めっちゃつけやすい。あ、なるほど。ロングとカール、そしてお湯で落とせる、そしてマルチプルーフ、何でも強い。汗、涙、皮脂、すべてですね。なるほど。あのね、なんていうのかな、セパレートすぎは嫌っていう方にはこれめっちゃいいと思う。適度なセパレート感、ボリューム感、ロング感って感じ。すごい伸びるんですけど、ほらね。なんかね、速乾性がね、もうちょっとあったらいいかなって思いますね。これちょっと乾きが遅いです。ほらほら、今こうやってさっきつけたやつこうやってこすってもにじむんで。リキッドラインを引くのを忘れてました、すいません。これですね、ブラウンと、これブラウンブラックっていう色で売ってたんですけど、今日のメイクにはこちらのね、ブラウンの方がいいと思うのでマスカラつけちゃったけど、でさっきね、あのペンシルで引いたので、あのもう本当に目尻だけに細く引きます。上から始めて、でここの三角の部分を埋める。なんか結構黒く出ますね。すいません、黒くない？別に、うん、今回のメイクジェルアイライナーだけでもいいかもしれないですね、うん、すごいね、落ちない、ロングラスティングだと思います。これほんまにめっちゃ落ちないと思います。チークとハイライトで血色つけたいと思います。チークはこの01番、なんか一番人気って書いてあったんですけど、やっぱり他の色見てもこれが一番使いやすいかなって思いました。はい、ね、指でつけたらこんな感じなので、すごいね、使いやすい色だと思います。ではせっかくなんで付属の筆でしっかり含ませて、手のひらでなじませて、ふわっとつけていきます。あ、かわいいやっぱこれですね、チークはこの色やな。春っぽいね、やっぱり。いいいい。え、これまあ柔らかいので、この筆はいけますね。めっちゃいいやん、このチーク。いや、もうこれやない。そしてこれですね、大人気のセザンヌの、前回の動画で何番やったの、白いやつ、ミントなんとかっていうか、これを出したと思うんですけど、03番かな。もう昔からこれ持ってるんですけど、あのせっかくなんで新しくこのロゼベージュっていう色をね、あの買いました、今回ね。こんな感じですね。肌なじみいいですね。これをふわっと頬骨の上、チークの高いところ、ここですね、ここにふんわりとのせていきます。これもある程度筆に含ませて、一回なじませてから、こんな感じ、ふわっと、見えます？こうたっぷりとっていきなりいくとかなりギラギラになるんですよ。なんで必ずこうなじます、そしてつける、こんな感じ。やっぱこっちの方が、ね、肌なじみはいいです。おー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 、つやつや
この辺も。うんうんうん、いいですね。やっぱりアイシャドウ足しますね。すいません。まず最初に塗った色、これをもう一回アイホール、はい、うん、そして赤もう一回。ちょっとねマスカラが乾きづらくて、マスカラ点々とかついたんで、その点々もぼかす意味も込めて今折っております。はい、こんな感じで、リップなんですけど、やっぱり新色のこのどちらかにしたいと思うので、06番の方にしてみます。こっち、ね、あら素敵やん。で皆さんここ輪郭動かしましょうね、一回ね。これは綿棒でもいいですよ。こんな感じです。どうですか。だからこの色で正解ですね。え、いいやん。今からじゃあ9時43分ね、はい、ちょっとこのまま、リップティッシュオフして何時間か過ごしたいと思います。また後ほどどうなってるか検証します。はい、帰ってまいりました。今日はそんなに汗はかかなかったんですけど、結構マスクの付け外しはしました。ご飯食べたりとかもしたので、今日は不織布マスクなので、だいぶ裏にめっちゃべっちゃりファンデーションとチークがついてます。はい、今4時8分ですね。いや、外しますよ。でででん、まあ、これはちょっとお見せできないな。ちょっと遠目でこんな感じ。これはだいぶついてます。はい、だいぶついてますなんですが、どうですかね。別にどっちもね、そんなズルズルに崩れてることはなくて、まあ今日はね乾燥してたっていうのもあるんですけど、でもね乾燥もそんなにそこまでひどくないですよ。ほらリップは取りました、うん、取りましたけど、毛穴落ちもそんなにしてないですよ。すごいかもいいかもいや、そうやな。もうちょっと例えば湿気の多い日とか、あったかくなってきたらちょっとわからないですけれども、今回使ったこのベース、うん、とファンデーション、はい、とこちらのパウダー、仕上げパウダー、この3つは私本当に初めて使ったんですけど、いいと思います。これとこれの違いが、多分ねこちらの方が崩れにくくいいっていう歌い文句で売ってますね。超乾燥する方はこちらでもいいと思うんですけども、あとは紫外線カットの数値ですね、 SPF の数値が違います。こっちが SPF50 しっかりカットしてくれる、こっちが SPF29、 うん、個人的にはね、こっちの方が悪目立ちしないかもしれないです、毛穴とかが、って思いました。個人的な感想ですよ。でオイリーな方とか結構汗かく現場とか行かれる方はこっちの方がいいかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。初セザンヌ縛り、はい、よかったらね参考にしてみてください。今回は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。